アフトンガリキ。右から2体目のモアイは、頭上に、プカオを乗せている。15体のモアイすべてが並んだアフトンガリキ。背景に、ポイケ火山、手前に、金棒の、さまようモアイを収めたアフトンガリキ。アフトンガリキは、イースター島最大のアフ。このアフのモアイは、イースター島の部族構想の間に倒された。さらに20世紀には津波によって、内陸側に流された。その後、 修復が進められ、現在までに重量86トンと、島内最大のものを含む15体のモアイ像が建てられている。アフトンガリー機は、ラノララクやポイケから1キロメートルほどのラパヌイ国立公園のホツイチ地区内に位置している。当時の日には、ここにあるすべてのモアイが、日の入りに生態する。アフトンガリー機は、ラパヌイ人の東部の連合体である。 ホツイッチ部族にとっての主要な中心地、首都であった。このアフのモアイは、イースター島の部族構想の間に倒された、1960年には、チリ沿岸で発生した地震による津波によって、アフが内陸側に流された。その後、1990年代に、考古学者、クラウディオ・クリスティーノとパトリシア・バルガス・カサノバを、中心とした学際的なチームの努力によって、 アフトンガリキは修復された。チリ政府、チリ大学、日本のクレーン製造会社ただのが正式に協定を結び、1991年から1995年にかけて5年計画の修復作業が実施された。主要なアフの位置を示したラパヌイの地図。ラノララクとアフトンガリキは、島の東端に近いポイケの南海岸に表現されている。このアフは、 島の南海岸に面し、二つの死火山、ポイケとラノララクに近い。ポイケは、島を形成した三つの火山の一つである。ラノララクは、火山灰が凝固した凝海岸でできたクレーターであり、モアイはこの岩から切り出される。数百体に上るモアイの半数近くは、ラノララクの斜面にある主要な石切り場に倒れたまま、残されている。 ラノララクの直下に広がる大きな平原は、業海岸へのアクセスに有利であった。1914年に撮影されたアフトンガリキ。当時は、すべてのモアイが倒された状態であった。ありがとうございます。